今ちょっとヘラの収穫をしてる時にラクダのラクダが今来まして、ラクダを今取りましたけども、今ここでこういうふうにして今ヘラの収穫が行われている。これ今年皆さんにお届けするヘナの畑なんです。で今ここに収穫がされている時にちょうどもうラクダが来たなと思ってここら辺はラクダの飼育が盛んなんだそうです。でどういう目的かというふうに聞いたら、やっぱりラクダの皮を取るんだそうですね。ちょっと僕もそれはショックでしたけども、まあ、こういうふうにラクダがラクダの放牧といいますか飼育が、まあ、ヘナの産地というのはラジャスタンでして、まあ、ラジャスタンといえばやはり砂漠、そしてラクダ、こういった場所になるんですね。今この畑のこれだけ、今ちょうどこれが今年皆さんにお届けするヘナ、これ今収穫されているものですけども、これだけも今収穫終わりました。これだけの部分今刈り取った後にこう緑色の玉として貯めるんですね。今貯められて、これ今ここで2日ほど乾燥させてから葉っぱを落としますけども、朝一番6時半から収穫が今始まって、今これだけ済みました。ここはソジャットのチャムディアック村のクマールさんの畑です。でクマールさんというのは今この のちょうどこの刈り取りをしている真ん中にクマールさんがいます。こちらの方がクマールさんです。クマールさんの畑 この今年はヘナを皆さんにお届けします。今収穫されたばかりのヘナの葉なんですけども、ローソンという、まあ、色素ですけども、それがどう出てくるかっていうのは、まあ、これ収穫されたヘナの葉をこういうふうに取ってきてですね、こうしてここでこういうふうにちょっとこう潰してみて、もうだいぶ乾燥してきちゃったな。収穫されて1時間が経ってるんでもうだいぶ乾燥してますけど、こういうふうに青々しく青々しい状態でね、こういうふうになるんですけども、これには色素は全然ないんですよ。でちょっと練ればこの乾燥させることによって酸化すると、まず1回目にローソンというものが生成されます。で第2回目のローソンの生成っていうのは乾燥された葉をまた水に溶かした時にそこでもう一遍ローソンが出てくるんですね。だからローソンは2回のこのヘナっていうものを紙につける段階で2回出てきます。1回は乾燥させるとき、それから2回目は溶かすとき、今この1回目この生の葉でこう練っただけでは何の色も出てこないんですよね。さて今これ今年皆さんにお届けするヘナを今これ収穫してるんですけど、ちょっと僕もやってみたいと思います。なかなかこれ簡単じゃないんですよ。Thank you.
ここのところはちょっとヘラの深さが少ないんで僕でもやれるかな。今ちょうど泣いた時間が10時半ぐらいで、今温度が35度、湿度が20%ぐらい、結構カラカラに乾燥している状態です。今こういうふうにして買ったこのヘラの葉をこう集めてこの畑のところで収穫するんですけど、乾燥させるんですけど、今日はもう結構 やりました。結構僕も根性を入れてこのソジャートの人たちと混ざって、結構もう多分チマメがもうこう1個これチマメでしたんだけど、チマメできるぐらいに結構今回は収穫力入れてやらせてもらいました。で、こうやってこういうちょっとずつこう集めてきながら、パッパッとこう収穫していく、こういう株の大きいところもあれば小さいところもあればいろいろありますので、今回収穫していて気がついたのは花と種がやっぱ少ないですね。それから葉の密度が濃い、同じようにちょっと小さく見えても葉がいっぱいあるので、ちょっと収穫の量が多いんじゃないかなと思うぐらいにいます。やっぱり雨が多かったんで株は小さくても花の密度が濃いということが言えてます。じゃあそんなところで今だいたい午前中でここまで終わって、まだずっとこの広い全部を収穫するので今日午後までありますけども、ちょっと僕は午前中でちょっともうノックアウトかな。これやったら多分明日熱中症かなんかで起きれなくなるね。多分それぐらいにやっぱり乾燥と暑さでしかもものすごい勢いで動いてきますよね。だからインドの人ものすごいなとやっぱ思うね。ずっとやり続けることができるってものすごい体力、やっぱ暑い、ちょっと見てもらったら分かりますけど、こちらの方見てもらえますか。こういう風にしてあの僕も負けないようにやってるつもりなんだけど、ついつい休憩したくなってしまう、暑いので休憩したくなっちゃうんですけども、こんな感じでずっと一日朝から晩までこういう風にしてヘナを買っているんですね。僕の方は午前中ちょっとやりましたんで、これぐらいでちょっともうやっぱりダメかな。結構厳しいですよ。いやちょっとこれ硬いな。大きな球はちょっと僕できない。すごいやっぱり力がいる、こっちからとこつが。こんな形で今年はこれにして、熊野さんのこちら熊野さんちょっと待ってください。こちらの熊野さんの畑で今収穫を皆さんにお届けするヘナの収穫を僕もやりました。で熊野さんも一生懸命朝から汗流してやっていただいて、どうもありがとうございました。またあと半日ありますけどよろしくお願いしますということです。うわすごい、これラクダの飼育なんだろうな。今刈谷村に行く途中にちょっと道で今通行止め食らっちゃいまして、これあれですよ、ラクダ。 I think she is pregnant, the last one. Last one is pregnant? あっちゃー、あ、ホワイト、ホワイト、あ、白いやつ。Very beautiful also. 白いラクダが
これは珍しい。珍しい珍しい。これはすごい。ラクダのシーグルおじさん。